って一歩ずつ。これが新しい力か。よくぞ来た。入るがいい。エルダー！わしが呼んだのだ。おじいちゃんがエルダと遊んでもいい？まあ待て。まずは順を追って説明していこう。まずはこたびの遺跡探索、よくぞやってくれた。この娘の名は紬。わしの古き友の忘れがたみであり、孫のようなものとでも言っておこうか。まさかこの娘を連れて帰ってくるとは思いもよらなかったが、我が友に代わって礼を言おう。ありがとうエルド。しかしながらどうやらかつての記憶を失っているらしくてな。どうするべきか思い悩んでいたのだ。おじいちゃんのことは知っているよ。うん、知らない。さて本題に移るとしよう。紬はお主のことを痛く気に入ったようでな。記憶が戻るまでの間そばにいたいと言って聞かぬのだ。お主さえ嫌でなければこの子を仲間に加えてやってはくれぬか。無論受諾しようとも拒否しようとも、それがこの先の試練に直接的に影響することはない。そして紬が戦力となることはわしのマナにおいて断言しておくとしよう。
い悩むのはお主の悪い癖であろうな。聞きたいことがあるならば聞くこともできよう。それに答えるかどうかはまた別の話ではあるがな。そう難しく考えるな。お主の心の向くままに生きよ。知らない人でも助けてあげるエルドと何が違うの？それじゃあね、おじいちゃん、行ってきます。皆に迷惑をかけるでないぞ。はい。時が満ちようとしておるのか。みなさんこんにちは、つむぎです。神のカイドは古き友の娘で、その実力は保証すると言ったのだな。ならばなぜ彼女を後継者候補としなかったんだ。そんなの簡単。私にはその資格がないんだよ。私がおじいちゃんの後を継ぐにふさわしい人材であったなら、有無を言わさずにそうしているはずだから。要するに、神のカイドは身内だからといってひいきしたりしませんってことだね。みんな、頑張ってね。キコはなぜあのような場所にいたのだ。ごめんね、忘れちゃった。記憶を失っていると言っていたわ。それを信じるに至る根拠が乏しい。共に歩むことをエルドが認めたのであれば、これは愚問であろうが、行動で示してもらう以外にはなかろう。それがしよ、この男がそうであるようにな。俺も同類かよ。ま、それが嫌なら出ていけばいいってことだろう。お互いに追い出されないようにうまくやろうぜ。よろしくね、鎧の人と馬の人。その呼び方はどうかと思うが。しかし、神のカイドの孫みたいなものと消えやがったが、そんな相手を託されるなんて、エルドにあって俺にないものがあるってもな。エアスマ、独り言だ。忘れてくれ。ねえねえ、記憶喪失ってお薬で治るのかな。試してみたことはありませんが。面白そうですね。実験してみましょうか。痛いのは嫌だよ。なんでまた女の子なの。まったくひどい目にあったぜ。まあ、自業自得と言えなくもないですけどね。お前、たまに辛辣だよな。
たまにじゃありませんよ。二人は相変わらずね。でも捕らえられるのもほどほどにしてね。呼び戻すのも結構疲れるんだから。申し訳ありませんでした。封鎖が解かれたと聞き、あそこには何かあるはずだと思ったのですが。そんなにかしこまらなくてもいいのよ。結果的にあそこには私たちに必要なものはないと分かったのだし、何よりあなたたちが無事に帰ってきてくれたことが嬉しいわ。神のカイドが戦力を整える前に私たちも準備を整えなければならないの。あなたたちにもまだまだ働いてもらわなければね。はい、頑張ります。こんな感じでいいかしら。答えがないのは肯定ということかしら。まあいいわ。あなたはあなたで動いているのでしょうから、私は私で動かせてもらうわね。やっと楽しくなってきたわ。
あらあら、これはこれはエルバラード君ではありませんか。いいところで出会いましたね。もしよろしければ先生の研究を手伝ってはいただけませんか。問題ありません。むしろ健康な男の子なら誰でも構わないくらいですから。欲しいのは新鮮な精液ですので。今さら先生から逃げられるとでも思っているのですか。